最終盤8日目、春の本場所は優勝者の分かれ道となっています。実況私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。まさに結びの一番、キリダンサー対湘南乃風、今場所の優勝それを決めるだけではない展開になりそうです。全勝は横綱キリダンサーただ一人となりましたね。解説三坊さん、いやそうですね、結局御殿場富士三世も、まあ、湘南の風の押しに、まあっけなく倒れてしまいというところがあり、キリダンサーはキリダンサーでね、まあ、自分の宿敵とも言えるような、まあ、相手を、まあ、危なげなく下したというところになりますんでね、まあ、それを追いかける1敗勢たちもね、まあ、負けるわけにはいかないという気合の入った相撲をたくさんしてくれてますので、まあ、いい状況ではあるかなというところ、まあ、キリダンサーもね、まあ、引退がかかってたところでよくここまで頑張ってますよね。タイムライン上皆さんありがとうございます。この配信が始まる前に、はい、まあ、録画がスタートする前に、はい、もし音声がしっかりいっていたら、はい、後変えてくださいというふうに、はい、お願いをしてたんですけれども、はい、ゴスマニアさんありがとうございます。ありがとうございます。あ、本当に大変恐縮なのですが聞こえておりますということで、本当にの最上級として、はい、私が本当にというふうに言いまして、はい、もう田中さんかとツッコミを入れたくなるぐらい番付編成員、はい、噛むことで有名な、そうです、はい、もうね、田中さんかというツッコミが入るぐらいにもう本当にお願いしてたとそうです重量の相撲が始まります。牛乳パックで紙相撲、平成27年3月4月場所、これより8日目、重量の取り組みであります。千葉のドラちゃんに党の力、西方千葉のドラちゃん、西十両4枚目、千葉県出身、福島部屋。東方東の力、西十両6枚目、東別町出身、大久海部屋。これより十両の取り組みであります。十両の相撲が始まります。実況私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りしております。最初の一番、党の力2勝2敗、千葉のドラちゃん1勝3敗です。党の力は返り十両での勝ち越しへあと1番。千葉のドラちゃんはすでに負け越しが決まっています。十両は9日間のうち各力士は5番相撲を取ることになっています。最初の一番です。月押しの党の力、浴びせがあるか千葉のドラちゃん。制限時間いっぱい。よしみやって、今日は殴れ。ぶつかりました。距離を取る。浴びせ倒しは強烈でした。千葉のドラちゃんの勝ち。党の力、私が今見えたところ大丈夫でしょうかという角度で頭から落ちていきました。ただいまの決まり手は浴びせ倒し。浴びせ倒して千葉のドラちゃんの勝ち。だいぶバネかのようにこうもんどり打って党の力後頭部打ちましたね。ちょうどこの最後角の部分ですか、この部分ですよね、はい、ここに後頭部を打ちつけたと。最後も頭だけで支える倒立のような感じになっちゃいましたけれどもね、とても危険な当たり方しましたね。大丈夫でしょうかね。これは危ないですよ。勝ったのは千葉のドラちゃん、2勝3敗で場所を終えるということになりそうです。敗れて党の力2勝3敗、残念ながら負け越しとなりました。駿河吉に水神クラゲ、西方駿河吉、東十両7枚目、静岡県出身、アンビックベア。東方水神クラゲ、東十両4枚目、静岡県出身、アンビックベア。駿河吉新十両で2勝2敗、水神クラゲ3勝1敗、こちらはすでに勝ち越しが決まっています。浴びせがあるか水神クラゲ、もう一つ勝っておくと一気に幕内の可能性が出てきます。駿河吉は勝てば勝ち越しで十両残留、負けると負け越しで降格ということになりそうです。制限時間いっぱい、両親やって今日は殴れ。ぶつかりました、押し合いだ。浴びせ、はたき込み、駿河吉の勝ち。ただいまの決まり手ははたき込み、はたき込んで駿河吉の勝ち。駿河吉勝ち越しです。あ、ちょっと水神クラゲ苦し紛れの浴びせでしたね。
駿河吉勝って3勝2敗新十両で嬉しい勝ち越しです。敗れて水神クラゲ3勝2敗となっています。大谷ちゃんに郡山奈々ちゃん、西方大谷ちゃん、西十両3枚目、札幌市出身、札幌部屋、東方郡山奈々ちゃん、東十両5枚目、福島県出身、福島部屋。0勝4敗の大谷ちゃんと1勝3敗の郡山奈々ちゃん、両者すでに負け越しが決まっています。くるくる回るか大谷ちゃん、前に行きたい郡山奈々ちゃん、福島県出身の力士です。制限時間いっぱい、両者もやって、今日はぶつかりました。突き放した大谷ちゃん、距離を取った郡山奈々ちゃんが下がる、大谷ちゃんに軍配です。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して大谷ちゃんの勝ち。大谷ちゃんが8日目にして初日です。郡山奈々ちゃんちょっと下がりすぎてしまいましたね。勝って大谷ちゃん1勝4敗、敗れて郡山奈々ちゃん1勝4敗で場所を終えるということになりそうです。どすこい静岡に福島富士桜、西方どすこい静岡、東十両6枚目、静岡県出身、アンビクベア、東方福島富士桜、東十両3枚目、静岡県出身、アンビクベア、十両最後の一番であります。4連勝同士、勝った方が十両の優勝です。さあ8日目にしてこの十両優勝決定の取り組みですよ。いやーこれほんとね、今場所の十両最も注目すべき力士のね、一人だと思う、まあ、どすこい静岡、福島富士桜、はい、まあ、両者のぶつかりですけれどもね、まあどすこい静岡は技を何か繰り出してくるでしょうし、福島富士桜は前に出てくるこの体、でかい体を生かした相撲になるでしょうね。投げもありました、どすこい静岡前に出る、そういった相撲もありました。福島富士桜は土俵際の粘り、あるいは前に行く相撲、そういった部分があります。勝った方が十両の優勝です。8日目、十両最後の一番です。制限時間いっぱい、両者もやって、ぶつかりました。中に入るのは福島富士桜、突っ張り合いになってどすこい静岡が突っ張っていく、左の喉まであてがっていく、出るのはどすこい静岡、打っちゃるな富士桜、土俵際の攻防、打っちゃるな富士桜、どすこい静岡出る、どうか兄弟、どすこい静岡、どすこい静岡に軍配、物言い、物言いです。優勝決定の一番は物言い、勝負審判元横綱タックです。際どい相撲でした。同時すわ、これは同時だよね。制限時間いっぱい、今の一番をご覧いただきます。ただいまの競技についてご説明いたします。行事軍配は福島富士桜、どすこい静岡に上がりましたが、両者足が出るの同時と見て取り直しといたします。取り直しです。いやこれはね、どすこい静岡優勢だったんですけども、やっぱりね、投票際で粘ったという富士桜、これはいい一番ですよ。いやいやいや、やはり土俵際の粘りありますね、富士桜、はい、さあ若い2人の優勝をかけた一番、十両の優勝をかけた一番です。取り直しです。制限時間いっぱい、両者もやって、ぶつかりました。今度は立ち合い、どすこい静岡突っ張っていく、突っ張っていく、富士桜も応戦している、左の喉は突っ張って、富士桜が出るか、今度は富士桜が出るか、土俵際の攻防になった、残るのはどすこい静岡、土俵際どうか、突っ張っていく、突き出しはどうか、福島富士桜に軍配です。ここは物言いは出ないようです。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して福島富士桜の勝ち。どすこい静岡の右足でしょうか。まあちょっとね、勇気味でもあるなと、ちょっと攻めすぎた感がありますね。正面からもうちょっと攻めたかったんですけども、福島富士桜の左側からちょっと攻めすぎて、ああ完全に体を入れ替えられましたね、この辺りちょっと
ちょっと引き寄せたかったんですけれども、あーと徳田原と土俵の俵の間に入ってますね、足がね。もうちょっと引き寄せたかったんですけどね。立ち合いが先ほど違いましたね。違いましたね。どちらかというと福島富士桜が、はい、なんと言いますか、中に入っていったというか、はい、そういう相撲になりました。そうですね、はい、勝ったのは福島富士桜です。福島富士桜が勝ちまして5連勝で優勝を決めています。ドスコイ静岡敗れました。4勝1敗となっています。重量の取り組みが終わっています。ですがこの両者また幕内に上がると楽しみですね。そうですね。重量の優勝インタビューは千秋楽にお送りいたします。三役力士の土俵入りです。西方より三役力士土俵入りであります。西方三役土俵入り、先導は小結銀屏風、室蘭出身室蘭部屋、銀屏風2勝5敗です。今日は高尾さんとの取り組み。関脇魚雷イルカ池、愛知県出身愛知部屋、4勝3敗魚雷イルカ池、今日は江戸みどりとの取り組みです。最後は大関後楽園、岡山県出身春日部部屋、5勝2敗後楽園、今日は富士の牛島との取り組みです。では皆さん一緒によいしょの掛け声お願いします。いますよ、せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょもれろ。静かです。後楽園、今日は藤の牛島との取り組み2敗に後退しています。代わって東方三役土俵入り、先導は小結カスカビアン、埼玉県出身ほぼピンベーヤ、3勝4敗のカスカビアン、今日は湘南トカゲとの取り組み。関脇東くん、札幌出身東くんベーヤ、3勝4敗です。こちらもベテラン東くん、今日はヨット丸との取り組み。最後は大関湘南の風、神奈川県出身神奈川ベーヤ、綱取りへ、今日は大一番、横綱切りダンサーとの取り組みです。ではまた皆さん一緒によいしょの掛け声お願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょなの。まだ優勝諦めてないです。そうです、勝てば一気に優勝戦線トップへと立つわけであります。湘南の風、今日はキリダンサーとの大一番、それだけではありません、綱取りもかけた一番と言っても過言ではないんです。牛乳パックで上相撲実況中継、平成27年3月4月場所8日目を迎えています。さあ、今日の中入りですけれども、優勝争いの行方ということで、やはりもうこの時期ですからね、そういったお話をしていきたいというふうに思いますが、誰が優勝に届くんでしょうか。現在の優勝争いをまずご覧いただきますか。もう1敗までというふうに言ってもいいんでしょうか。解説は網坊主さんですが、そうですね、もう1敗ラインがまあいいとこかなと思いますね。となればこの力士たちです。全勝キリダンサー1敗で、白石島、湘南の風、御殿場富士、三世、この4人に絞られたという状況ですかね。そうですね、7日目の相撲などを見ているとどうですか。まずは湘南の風です。まあ、湘南の風押す力もそうですし、まあ、鼻を使って正面から押していくということはできてますね。御殿場宇治三世もね、いっぱいで追いかけますからね。そうですね。そしてキリダンサー、まあ、もうこれはもう盤石、今場所の浴びせと、まあ、前に出る力っていうのはもう本当に全盛期のものと同じですから、ここが盤石な浴びせ見れると思います、ね、逆転優勝を目指す白石島、ここの押し、そしてなんといってもここからのひねり
綺麗ですね。改めて見ても綺麗ですね。これはうまいっすね。下手ひねり、綺麗に決まりましたね。これはうまいです。もう押すだけじゃなくてね、まあ、こういったこともできるというような状況ですからね、はい。さあとなれば優勝争い、今日はそれぞれ直接対決ですね。キリダンサーが湘南の風と、白石島は御殿坊寺三世とということで直接対決となります。いやなので湘南の風がまずね、まあ、綱取り、まあ、横綱を目指してというところで行くのであれば、ここはもう必ず自力で勝つしかないですよ。もうね、今日勝てば一気に横綱が見えてくるでしょうし、敗れると遠のくという一番ですね。今日が本当天下分け目の大一番ということになるわけです ね、 ですね。白石島も逆転優勝へ向けて直接対決が千秋楽であるでしょうし、キリダンサーとね、そうですね、大きな一番になりますね、はい、今日はね。さあいよいよその時も近づいてまいります。この歴代優勝者の湘南の風の次に続くのは一体誰の名前なんでしょうか。8日目幕の内の取り組みが始まります。牛乳パックで紙相撲、平成27年3月4月場所、これより8日目幕の内の取り組みであります。ハッピー新潟に組沢熊兄弟、西潟ハッピー新潟、西前頭13枚目、新潟県出身ほぼピンベア、東潟組沢熊兄弟、東前頭16枚目、静岡県出身アンビックベア、これより幕の内の取り組みであります。さあ最終盤に入ってきましたので、この幕の内下位の力士たちは勝ち越し負け越しで、あるいは一つの星で幕の内に残れるか、あるいは降格してしまうかが決まりますよ。そうですね、だからこの一番一番っていうのはね、本当に大事な一番になるかなと。本当勝ち越す負け越すで、もう天と地ほどのね、もう下手したらトーナメントに下がるっていう歴史もたくさんいるでしょうからね。そうなんですよね、こういった表がありますけれども、本場所というのが十両から上です、9日間あるいは5日間を戦っていますけれども、負け越してしまうとこれら前頭あるいは十両の力士たちというのは下の緑の本場所進出者決定トーナメントでまた戦わなきゃなりません。トーナメントで勝ってこないと戻れないということになりますからね、それだけ必死にならなくてはいけないんです。土俵上グミサークマ兄弟3勝4敗、ハッピーニーガターン3勝4敗、両者後がありません。負けると負け越しです。お試合になるんでしょうか。ベテランと若手の一番です。制限時間いっぱい、よしみやっていい、ぶつかりました、潜り込んだグミサークマ兄弟、突き放さニーガターン、突き倒し、ハッピー新潟ターンが踏みとどまりました。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒してハッピー新潟ターンの勝ち、ベテランが踏みとどまりました。気合いですね、完全にね、もう気持ちだけで突っ込んできましたね。ハッピー新潟ターン勝って4勝4敗、星が五分となって千秋楽、敗れてグミサークマ兄弟は3勝5敗、幕尻の位置ですので、どうやら残留は難しそうです。シノロの星に竹里団地絶起、西潟シノロの星、西前頭14枚目、札幌市出身シノロ部屋、東潟竹里団地絶起、東前頭12枚目、埼玉県出身春日部部屋、4勝3敗のシノロの星と3勝4敗の竹里団地絶起、竹里団地関も苦しいですね、この位置ですから。いやそうですね、押すこともなく引くこともなくっていう相撲の内容もいまいちですからね、平幕上位で相撲を取っていたのが最近なんですけれども、ちょっとこのところ苦しい土俵、12枚目3勝4敗です。両者突き放していきたいところか。制限時間いっぱい、よしみやっていきゃい、流れぶつかりました、組み合って突き放すシノロの星の相撲です。竹里団地苦しい、残している土俵際引き落としは、シノロの星に軍配です、シノロの星に軍配です。物いい、物いいです。はたいて最後は引いていった竹里団地ですが、軍配はシノロの星に出ています。
ただいまの競技についてご説明いたします。行事軍配はしのろの星に上がりましたが、胴体ではないかということで物言いがつきましたが、竹里団地席の左足が先に出ており、軍配通りしのろの星の勝ちであります。しのろの星、ただいまの決まり手は突き出し、突き出してしのろの星の勝ち。しのろの星です。まあ際どかったんですけどもね、先に竹里団地席、やっぱりこの徳田原のところからピョッと出てしまうっていうのがね、最近ありますからね。しのろの星勝って5勝3敗、こちらは勝ち越しを決めています。敗れた竹里団地席ですが、3勝5敗負け越し12枚目です。解説未亡さん、はい、これは際どいところになりますよ。調子いい時は本当ね前に出れるんですけれども、今ちょっとやっぱり絶不調ですね。竹里団地席、平成25年1月場所が新入幕、苦しい状況になりました。水戸千葉にグレキン時、西方水戸千葉、西前頭11枚目、茨城県出身茨城部屋。東方グレキン時、西前頭12枚目、静岡県出身アンビックベア。背中がグルー、グレキン時も負け越しが決まっているんですよね。いやちょっと技のデパートの技師であるグレキン時、いろいろな技が最近出てないですね。2勝5敗です、グレキン時。水戸千葉は4勝3敗となっています。先ほどの十両の相撲でドスコイ静岡幕内に欲しいなというコメントを取ってみました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当ね、幕内来てもね、十分いい相撲取れると思いますね。基本ルールご覧の通りです。身長 6.5、 片足の長さ 2.7 までとなっています。四股の地域にちなんだものを加えていただいています。そしてガイドブック、新しいもの出ていますし、型番もダウンロードして、それに従って力士を作ることもできますよ。新しい動画ができましたね。紙相撲力士の作り方。はい。キャラクター編ですか。はい。キャラクターっぽい力士編。キャラクターっぽい力士編。海太郎にゃんって力士がね登場したその瞬間見ることができます。ぜひご覧ください。公式ガイドブックのページにもすぐ見れるようになってますんで、そちらもご覧ください。さあ土俵上はグレキン時、技師が出るか、水戸千葉背中を見せて背中が来るか、制限時間いっぱいです。よしみやって今日殴れ、ぶつかりました。突き放すのは水戸千葉、くるっと回ったグレキン時は苦しくなった。土俵際突き放したのは水戸千葉、土俵際です。水戸千葉に軍配。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して水戸千葉の勝ち。グレキン時が立ち合いから下がる相撲でした。いややっぱりちょっと自らね技をかけないとちょっと厳しいですね。ちょっとかわす相撲が多くなってるんですよね、グレキン時。そうですね、かわしすぎちゃってるんですよね。それでね、水戸千葉は勝って勝ち越しです。5勝3敗、敗れてグレキン時2勝6敗となってしまいました。中島宮城に江ノ電丸。西方中島宮城、東前頭15枚目、静岡県出身アンビックベア。東方江ノ電丸、東前頭11枚目、神奈川県出身神奈川部屋。心配なのは江ノ電丸、今場所まだ白星がありません。先場所の千秋楽から黒星が続いています。中島宮城3勝4敗新入幕、こちらも後がありません。両者突き放したい、前に出たいところ。制限時間いっぱいです。よしみやって一挙殴れ、ぶつかりました。前に行く中島宮城、突き放して引き落とし、中島宮城の勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし。ただいまの決まり手は叩き込み、叩き込んで中島宮城の勝ち。決まり手訂正、叩き込みです。いやー、江ノ電丸勝てないですね。これで9連敗ですか。ちょっと確かにね、力強さも全く感じないような状況なんですよね。今のもやや立ち遅れというか、はい、先に攻め込まれて後から前に出てももうちょっと相手のペースという、苦しいですね。頑張ってほしいですね。中島宮城勝って、こちらは新入幕4勝4敗として千秋楽です。敗れて江ノ電丸は8連敗となりました。
備前長船に御殿場猫にゃん。西方備前長船西前頭十枚目岡山県出身岡山部屋。東方御殿場猫にゃん西前頭十五枚目静岡県出身アンビック部屋。さあ御殿場猫にゃんも今場所は新入幕でよく頑張っております。随所にいい相撲を見せてますもんね。そうですね。御殿場猫にゃん4勝3敗、備前長船4勝3敗、勝ち越しをかけた両者です。押し合いになるか。制限時間いっぱいです。両者もやって今日殴れ。ぶつかりました。突き放すのは備前長船。下がった御殿場猫にゃん突き出し、備前長船の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して備前長船の勝ち。この辺りは幕内のキャリアですかね。そうですね。押しの力強さありますね。やっぱり備前長船勝って5勝3敗勝ち越しを決めています。もう若いんですけれども、もうなんだかずいぶん幕内が板についてきましたね。敗れて御殿場猫にゃんは4勝4敗での千秋楽となります。周回道に陽沢スクリーム。西方周回道西前頭9枚目埼玉県出身ほぼピンベア。東方陽沢スクリーム東前頭14枚目静岡県出身アンビックベア。好調な2人5勝2敗同士です。解説未亡さん、はい、この2人5勝2敗同士でベテランと若手ですけど今場所いい相撲を見せてるんですよね。まあ、まず周回道、まあ、吸い込む吐き出すといった彼特有の技、まあ、出てますし、はい、陽沢スクリームはねこう折れそうな体をうまく駆使して、まあ、柔軟に相手の技を受け流してるっていうところありますね。そうですね、受け流すことができるという。そうですね、陽沢スクリームですよね、はい、返り入幕です。5勝2敗突き放しが今場所あります。周回道制限時間いっぱい。よしもやって今日脱がない。ぶつかりました。潜り込んだのは陽沢スクリーム。前に行く前に行く、後ろを向きながらも出る。周回道下がった。陽沢スクリームの勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して陽沢スクリームの勝ち。周回道は土俵下で下で着地しましたね。アクロバティックな感じ で、ね、転がっていって、まあ、丸い体ですからね。そうですね、コロンと言いましたね。転がっていきましたね。最後立ち上がればまた良かったのかもしれませんけれども、最後は横にひざまずくような感じになりました。勝ったのは陽沢スクリーム6勝目6勝2敗。敗れて周回道が5勝3敗ですが、海坊主さん、はい、まあまあほぼないんだと思いますけど、2敗にチャンスがあるとしたらですよね、はい、これは陽沢スクリームをね、あるとしたらまあまあ確かにまだありますけれどもね、まあやはり1敗までと。キリナさんの強さ見るとそう思っちゃいますね。陽沢スクリーム6勝2敗としています。心臓人間札幌に玉野ペンゴマルジュニア。西方心臓人間札幌西前頭8枚目札幌出身タックベア。東方玉野ペンゴマルジュニア西前頭16枚目東京都出身東京ベア。2勝5敗の心臓人間札幌と玉野ペンゴマルジュニアは新入幕で4連勝で4勝3敗です。勝ち越しまであと1番というところまで来ましたが、この1勝がなかなか ね遠いということもありますから ね早く勝ち越したいですね、はい、潜り込んでいけばペンゴマルジュニアの相撲が取れます。心臓人間札幌今日も俵渡りの声は関わらないですね。まあ、だからそれだけ逆に期待かかってるんでしょうね、渡ってほしいと。そうですね、はい、声がかかってから全然渡れなくなりました心臓人間札幌です。制限時間いっぱい。両者もやって今日は殴れ。ぶつかりました。さあ下がった心臓人間札幌俵に向かっていく、向かっていく俵渡りを見せるか、見せるか、見せている、見せている。土俵際俵を渡っていくのは心臓人間札幌だが、後ろもたれはジュニアだが、どうか、土俵際どうか、際どい。心臓人間札幌が残っていました。俵渡りが出ました。ただいまのただいまの取り組みは玉野ペンゴマルジュニアに踏み出しがありましたので、心臓人間札幌の勝ちであります。踏み出しです。勝負結果でした。しかも俵渡りだからなんだって
これといって技ではない。別にあの自分から俵にまず向かっていきましたね。俵を渡ってるだけなんですよ。特に特に技じゃないんですね。特に何だってことはないです。別にあの有効な何かってわけじゃないです。確かに私も渡った渡ったって言いましたけどね。いや僕もやべえ渡った決まったしか決まったって思ってたんですけど、何が何が決まったかも分かんないですけど決まった確かに言われてみればそうですね。なんだってことはないんです別に。俺渡っただけなんですけど、なんなんでしょうね。この決まった感あるのは何なんでしょうね。心臓人間札幌勝って3勝5敗、敗れて玉野ペンゴバルジュニア連勝ストップ、4勝4敗で千秋楽です。菅沼ダルマッシュに清水ロケット、西方菅沼ダルマッシュ東前頭13枚目、静岡県出身アンビックベア、東方清水ロケット東前頭8枚目、清水町出身清水町ベア。ほんとそうですよね。不思議ですよね。なんか多分これご覧の方もね、決まったって思ってくれたんじゃないかなと。決まったトラドリって思ったけど、ただ渡ってるだけですよ。自分から攻めてはいないっていう、 そうですね、それもでも牛乳パクラ紙相撲の、うん、そうですね、まあ、醍醐味なんですよね。そういう力士がいてね、その訳の分かんない、なんか分かんないけど技を出してるっていう、ね、ごつまりやさん、ありがとうございます。なんだったらもう俵渡りっていう決まり手かと思った。もうそうです、僕もそれが出るのかと思った。俵渡り、俵を渡って心臓人間札幌の勝ち。え、俵って渡っていいのって言ってるよさんがコメントがそんな人なかなか見たことないですからね。確かにね、うん、プロレスラーはロープを渡る人はいるけど ね、うん、あれだって別にロープから落ちても負けじゃないからそういうことできますけど、これ渡って落ちたら負けですからね。自ら危険を犯してるわけですからね。土俵上清水ロケット4勝3敗、幕内通算50勝にあと1つです。菅沼ダルマッシュは新入幕ですが2勝5敗とこちら負け越しが決まっています。制限時間いっぱい。よしみやって、今日のぶつかりました。清水ロケット出る。一気に出る。清水ロケット。倒し。豪快です。清水ロケットの勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し。突き倒して清水ロケットの勝ち。これね、伝えたいんですけど伝えれないですね。あのテーブルの下に落ちてきました。菅沼ダルマッシュが。土俵の下どころか。今の一番ご覧いただきますけど。すごいですね。いやいやいや、こんなにパワーがね、あるんですね。あるんですね。清水ロケット幕内通算50勝達成です。インタビュールーム来てもらいましょうか。はい。50勝ですよね。ですよね。はい、そうですね。幕内通算50勝達成です。勝って清水ロケット、そして勝ち越しも決めました。5勝3敗です。敗れて菅沼ダルマ氏は2勝6敗となってしまいました。ナース藤曲がりに備前焼き。西方ナース藤曲がり西前頭7枚目、静岡県出身アンビックベア、東方備前焼き東前頭9枚目、岡山県出身ほぼピンベア。放送席、放送席、幕内通算50勝清水ロケット関です。まずおめでとうございます。ありがとうございます。今日は豪快な相撲でしたね。そうですね、あの私をロケットだと忘れてる方たくさんいらっしゃると思ったんで思いっきり突っ込んできましたね。そういえばそうでしたね。ね、勢い最近なかったんでね、忘れてるかもしれないですけども、私ロケットですんで、大関挑戦という場所もありましたけれども、まあ、やっぱりこの番付では強さを見せてくれてますね。そうですね、最近火力が足りなくてね、全然いけなかったですけども、ちょっと思いっきりいってみますね。ぜひまた上位でその相撲を見せてください。上位タイムライン上でもし何か、何もないです。もうちょっと待ったら来てくれるんじゃないですかね。ね、
では清水町の皆さんに一言お願いします。ロケット、特に言ってないみたいです私に興味ないですね皆さんね。また頑張ってください頑張ります。放送席どうぞ。清水ロケットに話を聞きました。幕の内通算50勝でございました。その辺の話でもあんまり出なかったですね。そうでしたね。50勝取ってどうだったっていうのはなかったですね。早いですかね。まあでも早い方じゃないですか。それなりにスピードですよね、うん、特に前半はすごい勝ってたんで途中負けちゃいましたけど、ええ、前半で結構稼いでたんじゃないですか勝ち。平成25年の9月場所1年半ぐらいはでもかかってるんですね。それでも途中ちょっとね尻すぼみになりましたね。ありがとうございます。聞けますかね。ロケット関、今の祝50勝ということで焼きみるもさんありがとうございます。今のロケットパンチですかっていうコメントが届いてますけれども、ロケットパンチではないですね。私自体がロケットなんで、ロケットパンチということでありましたあれですか、黒金の城の某ロボットと同じく黒いですからね、清水ロケット。確かに確かに、うんうん、土俵上は備前焼きとナース藤曲がりです。焼きみりもさんありがとうございます。きっと急いで送ってくれたことでしょう備前焼き4勝3敗ナース藤曲がり4勝3敗です。両者寄っていきたいところです。制限時間いっぱい、両者もやっていきょい、乗れ、ぶつかりました、ガッチリ組み合った、出るのはナース藤曲がり、一気に出る、一気に出る、押し込む、残した備前焼き、しかし出るのはナース藤曲がり、左の右の回し取っているのは備前焼きです。上手投げ、備前焼きの勝ち。ただいまの決まり手は上手投げ、上手投げで備前焼きの勝ち。右の回しが入っていました、命綱。豪快ですね。でもいや、ね、押し込んでいったのはナース藤曲がりでしたけど、向こう上面で危なかったです。かかともう本当に俵の上でいつ外出てもおかしくなかったんですけどもね。ただ右の上手命綱を最後まで離しませんでした。後ろから2回行きましたけど、すごかったですね。迫力ありましたね。迫力ありましたよ。備前焼き勝ってベテラン健在5勝3敗勝ち越し、34歳勝ち越しです。敗れてナース藤曲がり4勝4敗と星が五分で千秋楽を迎えます。夢の藤娘に大平か山、西方夢の藤娘、東前頭10枚目静岡県出身アンビックベア、東方大平か山、東前頭3枚目栃木県出身春日部ベア。幕内前半最後の一番です。夢の藤娘5勝2敗大平か山3勝4敗です。夢の藤娘も将来楽しみな力士というふうに言っていいでしょうね。前に出ていく相撲は夢の藤娘、中に潜り込むな大平川山。幕内前半最後の一番、制限時間いっぱいです。両親やっていきゃい、流れ、ぶつかりました、流れ、足をかける大平川山、外掛け、大平川山の勝ち。ただいまの決まり手は外掛け、外掛けで大平川山の勝ち。今のもぜひご覧いただきましょう。今の相撲、足を狙っていましたね。狙っていましたね。綺麗に決まっておりますポンってこう足を開けたらうまく引っかかりましたね。そうですね、大平川山が勝ちました。4勝4敗として千秋楽、立派ですよね。この3枚目ですから。そうですね、この位置でですからね。正直もうちょっと苦戦するかなと思ったんですけどもね。4勝4敗です。敗れて夢の藤娘5勝3敗となりました。牛乳パックで神相撲実況中継、平成27年3月4月場所。さあいよいよこの後は幕の内後半戦、注目の取り組みが続きます。どうぞ引き続きお楽しみください。